それではこれから実技実際のプレーを交えながら弱者のバレーと強者のバレー、そのプレーのスタイルの違い、アタックフォームについて話をします。それでは最初に選手に実技をしてもらいます。選手の実技は両方のプレーを比較するということでやりますので、解説を聞きながら考えていただきたいと思います。それでは最初に強いチームがボールを叩きつけるような、要するにコートに叩き込むというようなアタックを打つと、その練習で一番多く目にするのがこんな練習です。よく試合前に強いチームがやっている練習をやります。このフォームの中では選手は一つ目は打った後に片足が上がるような形で体重を全部かけていきます、前に。そして、はい、もう一回戻って、打つ前に選手の準備を見ていると肘よりも手の高さが高いということ、これがあります。そしてボールの上側を叩くように持ってきます。この形で、スパイクを叩きつけるように打ちます。こうやって打っている選手というのは、実際は最終的に自分のバランスを崩しながら、ボールを強くヒットしようとしますので、空中へ飛んで実際打つときも似たような形で、スパイクをヒットします。それでは空中フォームいきます。今バランスを崩してよろけました。ちょっともう一回今最後の片足打ち終わった後のこうやってバランスを崩してますね。はい、よろしい。コース打ちをして、しかも強いスパイクをなるべく意識して打ってください。はい、はい、今アウトを打ちました。はい、もう一回手を高く上げて叩きつけようとして、ここに手が行きましたが、最初に手が早く下へ抜けてしまったので、ボールがそのまま遠くへ飛んでいく形になります。これはいわゆるミートがかかっていない、ボールにミートがかかっていないというボールです。強いボールをコートに強く打とうとするとこういうことがよく起きます。はい、はいはい、今3人の選手が強いボールを、打ってきましたが、ほとんどの場合バランスを崩していることと、手を高く上げすぎてボールの上に手がいってますから、実際にボールはネットのギリギリを通過しています。おそらくそこにブロックの手があれば簡単にブロックシャットされてしまうという、そういう打ち方です。それでは今度は素質に恵まれない選手でもできる打ち方というのを、まず立ってボールを返す姿勢からやってみます。これは先ほどネットの下に叩きつけたのに比べて全く逆の動きです。選手がやっていることはまず肘を畳みます。そして肘の位置よりも手のひらが低い位置にあります。それを伸ばしながら打ってきますので、この動作の中でボールはどうなっているかというと、必ずネットを越える動きをします。ネットを越えていきます。肘がこう動いていけばネットを越えるという、これがミスを減らす一番大きな動きになります。はい、もう一回準備動作でちょっと一回止めて、サク、はい、準備して、はい、肘を立てて、はい、ストップ、もう一回ここのとこ、はい、肘をここです。極端な場合はこれくらい肘の角度がついています。相当肘よりも手のひらが下に来るという、はい、いきます。実際打ってこういう形です。この今2つの形を比べてみると全く逆の動きになりますので、ちょっと分かりやすくもう少し言いますと、テニスボールどこ行ったかな、
ここにテニスボールがあります。このテニスボールをフルスイングで捉えるときに、ボールの下に手が行ってからフルスイングをする場合と、ボールの上に手が行ってからフルスイングをする場合があるということです。ですから同じスイングに見えても、ボールの上に手が行くとこういう形になります。ボールの下から行くとここからこういう形になります。よく似てるんですが、実際に選手の意識はボールの下に手をもみ込ませているということになります。もう一つのポイントは、ミートです。ミートというのはボールに回転をかける動作です。力いっぱいボールを叩こうとする選手は、いわゆるミートが悪い状態です。回転が少なく、先ほどの練習もう一回あります。叩きつける、回転が少ないです。非常にこういうボールは回転が少ないです。それに比べて下から上に行くこのボールを打っていくと、ボールの回転が非常に高いです。この2つの違いは、肘を曲げて伸ばしていく、この動作の中でネットを確実に越える、そしてミートをかけることによって簡単にアウトボールを打たない、あるいはコントロールされたボールを打つという、まあ、ここにポイントがあります。はい、じゃあ実際打ってみます。はい、普通のボールね。はいはい、はい、先ほどのボールに比べてボールのスピードが非常に遅いです。先ほど叩きつけたボール、はい、行ってます。これは上から打ってます。叩きつけます。このボールに比べて非常にボールも遅いですし、迫力を感じない。しかし確実にネットを越えて、ボールを返すと、フォームをよく見てると着地が両足になっています。安定した着地をしてますので、ミスの少ないフォームであるということがよくわかります。はい、普通のボール、はいはい、もうちょい強くてもいいわ。もうちょい強くてもいい。はい。はい。最初に言いましたが、弱者と強者の違いというのは、まず一つはコースに強いボールを打つということですので、強いボールを作ろうとして手のひらが肘よりも上がるということと、体のバランスを崩してまでボールの上を叩く。そしてその反対が、肘を畳んでボールの下に手を当てがいながらネットを確実に越えていく動きと、ミートをかけて回転をかけてコントロールしていく動きということになります。この2つの違いです。そしてさらに、ブロックに対してどう考えるかということが次の違いになります。代打して、それでは、強いチームがブロックをどう考えるか。例えばコンビバレーをするということは、ブロックをかわしたい、ブロックを振りたいということですね。当然アタッカーもブロックをかわして打つという気持ちでやります。はい、今ボールはアウトになりました。つまり選手はここでブロックをかわして打とうとしたときに、このコースしか打ちません。このコースというのはバレーコートでいうと非常に狭いコースです。レシーブの人たちを手に入れてください。今レシーブが2人います。ブロックをかわすと、当然この2人のレシーバーに向かってボールを打つことになります。実際今打った選手は強いボールを打とうとして思いっきり手を振り下ろした結果、ボールは手から抜けてアウトになりました。これはよくあることです。はい、クロス、ストレート、どっちもいいよ。どんどん。はい。はい、今コースを打ちましたが拾われました。ブロックに当たってないので、拾う人にとっては非常に簡単なボール、拾いやすいボールだと思います。はい、決まりました。はい、拾われました。はい、はい、ネットにかけました。まあトスも難しかったんですけども、肘を畳んで返せるボール、こういうボールを選択しずにコースに強く打ったためにネットにかけるということになります。はい、はい、止められました。
打ってる選手はブロックをかわしたかったんですけども、どうしても強い球を打ちたくて下に叩きつけた結果、ネットギリギリのボールを打ったのでシャットをされた、そういう結果です。はい、ちょっとアウト臭いかな。はい、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 拾われました。はい、はい、今止められました。まあこんな形で、ブロックをかわして強いボールを打とうとしてもなかなか結果が伴わないということがあります。じゃあそれでは、ネットに対してまず越えていく、コートに対して入れていくというような打ち方で今度は同じように打ちますが、先ほどと違うのはブロックに当たることも問題としない、要するにブロックのある方向に打っても構わないという発想で打ってきます。今ブロックの指先をかすっています。ワンタッチで取っていますね。はい、同じです。はい、これも同じです。はい、いいですね。先ほど強いボールを打ってこう角度のあるブロックシャットを食らったのに比べて、今のはボールが高く浮いています。おそらくこのボールはこっちへ帰ってきてもチャンスボールになりますので、まだラリーを続けることができます。はい、いいですね。ワンタッチして飛んでます。はい、いいですね。そうするとブロックをかわして打つということは、この9メーター四方あるコートの非常に狭い三角形だけがアタッカーにとってのコートになります。わずかな面積です。こちらに至ってはもうほとんど隙間ありません。ちょっとずれてくれる。もし例えばこの隙間があったとしても、これもわずかな幅です。つまりブロックをかわして強いボールを打っていくという発想の中では、コートというのは非常に狭い範囲であって、プレーをしている選手には相当なプレッシャーがかかるはずです。ところがブロックに当たってからここに落ちてもいい、ブロックに当たってからあそこへ飛んでもいい、ブロックに当たってからこっちへ飛んでもいいということになると、コートというのは9メーター四方のコートだけではなくて、体育館の半分を全部コートと考えてもいいぐらいにポイントのゾーンが広がるわけです。そうするとブロックをされたくないという発想とブロックを利用するという発想では、プレーしている選手にとってコートの大きさも全然違うということになります。はい、もう一回やってみましょう。じゃあいろいろ混ぜていい、フェイント、タッチ、真ん中、ブロックアウト、全部 OK。 はい、はい、はい、よろしい。はい、それでは、今2通りの、攻撃のパターンを、見ていただきました。一つはブロックをかわして、コースの方に思いっきりスパイクを叩き込むというパターンです。もう一つはブロックを利用しながら、打っていくというパターンですが、簡単にまとめてみたいと思います。ブロックをかわして打つ場合には、当然このブロックを避けるわけですから、相手のアタッカーはこのコースにいるレシーバーの方向に向かって打ちます。まあクロスのコースと言います。それからストレートのコースがあります。まあ守り方はチームによっていろいろあると思いますが、まあ基本的にはこのような形で相手チームは守ってきます。そこに対して、まあ2人の選手が飛んだと、ブロックに飛んだ場合に抜いていく場合は、まあこちらの2人の選手のコースか向こうの選手の1人のコース、あるいはフェイントをするというような形になると思います。そうするとおのずと、打っていくアタッカーというのは非常に狭いところをこう打っていかなきゃいけないという形になります。それから後に示したパターンですと、ブロックを利用していきます。そうするとそのブロックの指先とか腕に当たったボールが、自分のコートのアウト外側、それから相手コートの外側、あるいはコートのエンドラインの後方、あるいは2人の間から吸い込んで中入る、あるいはその内側に弾かれて飛ばされていくというふうになります。そうすると非常にこう広いコートがポイントの対象になるわけですので、アタッカーはブロックの利用の仕方さえマスターすれば非常にこう広い範囲に打っていけると。ですからブロックを避けて打つと非常に狭い範囲でしかプレーをしない、ブロックを利用しながら打つと
非常に広い範囲に対してポイントの可能性を残すという、そういうことになると思います。